メダルを、まあ、ここメダル取る話を多分普通はすると思うんですけど、それよりも興味があるのは、私たちがあるのは、なぜやめようと思ったかということと、なぜその、はい、もう一度やろうと思った、まあ、多分先ほどのなぜ競技をやるかというところにつながると思うんですけど、はいはい、休養した時のことですか、はい、ですね、ま大学4年生の時にちょうどソウルオリンピックがありまして、まあ、そこで念願だった憧れのメダルを2つ取って、最初のやめ時は多分そこだったと思うんですけれども、その時に自分の中で、まあ、やめなければいけない理由が見つからなかったというか、何でしょう、一般的な引退の年齢はそれぐらいなんですかね。当時はそうでした、はい、大学4年生でオリンピックという最高の目標もちょうどそこであったので、その次の春に大学も卒業し、うん、で私、まあ、小さい時に描いていた夢では、最後の大会の時はなんかフィアンセとかがプールサイドにいるっていうイメージがあったんです、うん、で年の頃も21歳ぐらいっていうイメージもあり、うん、まあ、ソウルオリンピック終わった時にそういう展開ではなかったということとあとソウルの時にたくさんの方が演技が素晴らしかったよって言ってくださったんですけれども、自分で終わってから演技を見た時に、あまりにもたくさんの方が良かったよって言ってくださったので、すごく期待して自分の演技を見た時に、あ、もっとこういうふうにした方がいいなっていう欲の方が強かったんですね。それでソウルの後は引退をしないでそのまま続けることになったんですけれども、結果としてこの2年間っていうのが一番自分の人生の中で充実していた時で、オリンピックのメダルを取ったって実績を作ったことで、世界に行ってもみんなが自分を認めてくれて待っててくれるようになって、うん、で国内でも敵なしになって、こう人を意識したり点数意識したりしないで、本当に自分のやりたい演技をコーチと対等の関係になって、こう言われるばっかりではなく、でもこうしたらどうですか、こうしましょうよっていう対等の関係で作り上げていくことができていたので、実に楽しくって、分かりやすい、勝ち始めると、はい、まあ、とにかく、まあ、負けないので余裕ができるので、チャレンジがさらにできるということですよね、はい、うん、幸せ でなので、こう辞める気持ちはあんまりなかったんですけれども、なんか毎年シーズン終わるたんびに周囲とかマスコミの方から引退ですかって言われたり、こうなんかこう、あ、次に待ってるのは引退なんだっていう、なんかこう外から迫ってきたので、自分でも引退しないといけないのかな、でなんか後輩たちもいつ辞めてくれるのかなって思ってるような気もそうです ね代表のところが一番目標するところですからね、はい、重しがこうそれだから思い込むそれは確認していないので、はい、まだ今日現在どう思ってたか分からない、そんなような気もしていたので、はい、いつ辞めようかなって毎年シーズン終わるたびに思っていたんですが、まあ、2年後に世界選手権があって、またすごくいい点数をもらった時に、これからは水の中だけではなくって陸に上がって人としての勉強をすると、やっぱりこう表現をするスポーツだから、うん、もっと先があるかもしれないっていう思いで、もしかしたら戻るかもしれないと思って上がったってことですか、はい、はい、でそのまま辞めることになってもいいし、戻るかもしれないし、でもただ水中にいただけではこれ以上の進歩はないなっていうことから一度休養をしたんです。それは珍しいですよね。普通はまあ辞めるときはもう二度とやらないって言って辞めるんですけど、そうですね、はい、最近そういう人多いですよね。でも休養というか、そうですね、今一旦離れるっていう人、ね、今はいますけど、すごく多いですよね。いや、当時だと考えられないですよね。珍しがられました、うん、引退じゃないのって、うん、そしてまあ戻るきっかけっていうのはやっぱりそのオリンピックが一番だとは思うんですけど、はい、もう周りから見るとですね、でも自分の中では何か違うものが、はい、オリンピックですね。ちょうどその丘に上がってる時に、長野オリンピック の東京オリンピックの長野の招致活動のお手伝いをしたんですね、はあ、でその時に選手の時っていうか、子どもの時ってオリンピックはほっとけばどっかで素晴らしいオリンピックが4年に1回開かれると思っていたのに、その招致活動に携わったり、あと JOC の嘱託職員にもなったんです、その時日本オリンピック委員会。そうするとオリンピックとか選手を支えてる側の存在とか、一つのところに呼ばれるまでにどれだけのこう汗と涙と時間と労力と夢といろんなものが含まれているのか、あるいは選手だけではなくていろんな角度からいろんな人が本当に携わって作っているイベントだっていうことが具体的に見れて、やっぱりオリンピックってすごいなっ
と思うことになったんですね。なので、迷ってはいたんですけれども、バーミンガムで IOC 総会があって、その時も現地にお手伝いで行ってたんですが、当時のサマランチ IOC 会長が、じゃあ City of 長野って言った瞬間に自分の中で、あ、次はバルセロナだっていう、自分の中でやるぞっていう、その瞬間に。でも海外見てももう一度っていうのはあまりいないですよね。そういう活動をし、選手しながらですよね、はい、普通は。あ、そうですね。室伏君みたいにこの間あ、はい、あの金メダル取りましたけど、それまでに招致活動一生懸命小谷さんと一緒にやられていて、はい、でも引退の状態から、どちらというか外野で選手を見るというか、はい、そういう立場から見れるということは、もう一度やれるのは幸せだと思いますね。そうですね。だから結果がともあれもう一回チャレンジするっていうのは、はい、もう一度でも やり始めた時はこう今までと、同じ部分もあると思うんですけれども、はい、これだけはこの2年間ですかね、決まってから結局は長野が決まって、もうすぐですね。すぐですか、はい、半年も経ってないです。はい、こうなんて言いますか、こう 戻すって言い方は良くないと思うんですけども、はい、水の中に長い間いなきゃいけないと思うんですけど、はい、これは2年間半ぐらいですかね、はい、離れていて、これは自分自身でこれが良くなったとか、もしくはこれだけはできなかったというのがあるんですか。はい、水に入らなかった期間は多分半年ぐらいだったんですよ。でシーズンも1回出なかっただけで、自分の中ではすごく長い間陸で勉強してたような気がするんですけれども、もう本当に半年ぐらいだけだったので、でもその自分の中で一番気に仕掛けていたのは体力、やっぱ年齢もだいぶいっていましたから、その当時のシンクロの選手にしては体力が落ちてしまうことが怖かったので、それまでにやってなかったあの重量上げの練習を、はい、もうウェイトリフティングですね。リフティング、ね、日本大学重量上げ部の合宿所に一緒に入れてもらって男たちとうんとかって何か変わって戻らないと、戻るんだったら、昔の名前で出ています状態じゃいけないと思って、何かやっぱりその特別なものを持って戻りたいと思って、すごく重量上げをやって、泳ぎ込みもして戻ったんです。そしたらもう泳ぎは全然タイムむしろ上がっていましたし、重量上げしても体幹がすごく強くなったので、飛び上がりとかがブーンって飛べるようになったんですが、一番肝心なその水中での感覚、まっすぐになる感覚っていうのが失われていて、悲惨だったみたい。練習のたんびにも先生が深いため息をつくぐらい、大きなものを失っていました。その水中の中でこうまっすぐするとか、水をつかむ感覚っていうのは、実際専門的にならないとわからないとは思うんですけれども、はい、なんていうんですかね、この細い部分だと思うんですよね、はい、あのトップにならないと。でも、はい、だんだん高いレベルになると遊べるというか、はい、これぐらいだったら遊んでも大丈夫だなというような部分があると思うんですけど、はい、その言葉で表現するの難しいと思うんですけど、水をつかむとかまっすぐとか、そういう感覚っていうのはなんか表現できるもんですかね。我々は立って、例えば壁にまっすぐ立てばまっすぐとか、それよりもちょっとこう足の裏のこことかいうのがあるんですけど、はいはい、全く分からない世界なんですけど、何かとこう例えてこう同じだとかいうのはあるんですかね。本当にまっすぐっていうのは、例えば下敷きをこの普通のテーブルの上にパッと立てる、はい、立ちませんね普通、はい、でも立ってる状態が水中でのまっすぐです。うーん、もうほんの気持ち、遊びはないですね。シンクロの場合はこの基本の姿勢には 0.1 ミリでも足の甲側に倒れてもダメだし、足のかかと側に倒れてもダメですし、で足だけではなくって、体が本当にまっすぐになっていれば、頭があるその頭をそのままプールの底の方にずっと引っ張り込んでいったとすると、その頭が沈んだその点に肩が沈み、胴の真ん中が沈み、足が沈み、そして最後つま先の一番最後の点が、そこに消えていかないといけないんですね。沈み込みの、これなんかその背骨とか骨盤とかいう、はい、そういう表現はあんまりしないんですか。あ、します。し
します。よくバレエとかでまっすぐっていうのはちょっとでっちりにしたちょっとプリッとした立ち方をしますよね、はい、シンクロの場合は逆に、お尻を骨盤をこう、逆上がりをする方向に転がして、はいはいはい、後ろにお尻がプリッと出ないようにしまい込むんです、はいはいはい、でも本当に2枚の板でこうやって挟んだ平行線の中に体の厚みがピッタリ入っていないとダメなので、だからでっちりの子とか、あと日本人は膝の裏側がよくまっすぐにならなくて、ね、ふくらはぎ、まあ、ももっとこうポコンポコンってなるんですけど、それはシンクロ選手はダメなんです。膝の裏がピタッとまっすぐ壁について足の前側も後ろ側も直線になっていないといい足とは言えないんです。シンクロはいい足にするために何かこうトレーニングがある、それとももともと持ってるものもあると思うんですけど、両方ですけれども、例えば X 脚は毎日かかとを縛って寝るとか、 O 脚は毎日膝を縛って寝るとか陸で立ってる時は必ずもうかかとと膝と全部きっと締めたまっすぐのままピッと立つとか、歩く時は膝の裏を毎回キュッキュッキュッって入れながら歩いて過ごして裏側をよく伸ばすようにするとか、はい、まあそうですね、見られる競技ですからね、まあ、選手にはよく言うんですけど、まあまずなかなか、でもやっぱり、まあ、一番最終的にはやっぱり選手は自分自身が演技することだと思うんですよ、まあ、見られてて演技を評価されると思うんですけども、やっぱそういう感覚で最終的に、まあ、いろんなスポーツが、はい、自分自身の演技をこう自分でやるっていう、まあ、チームスポーツも最終的にはですね、はい、そうすると楽しいなと思うんですけど、そういう話がこう、いいなと思いますね、でも結局そのもう一度オリンピックと思ってカムバックした後は、結局、まあ、バルセロナオリンピックで補欠に終わってるんですけれども、それは何でかっていうと、要するに自分の演技ができない、デュエットしか出られなかったので人に合わせないといけなかったんですね。はい、ソロはあったんですけど、ソロはね、はい、奥野さんが、奥野さん、はい、朝原さんの奥様の奥野さんが出たんです、はい、出てましたね、で国内でソロは2番だったんですが、それまで自分はソロを得意としていて、デュエットでも人が私に合わせてくれていたんです、チャンピオンだったから、チャンピオンの私にみんな合わせてねっていうやり方しかしたことがなかったので、日本で2番手になって、じゃあ奥野さんに合わせようとした時に合わせられなかった。それを合わせることが下手なのと、やっぱり技術的に半年休んでる間にどんどん技術レベルが上がってるということと両方あったんですけれども、それが最終的な敗因ですね。もうそれが終わった時はなんというか、まあ、悔しいのもあると思うんですけど、はい、じゃあもういいかなという感じになったのか、はい、それともうちょっとこう自分のシンクロやりたいなっていうのがあったんですか。まあ、バルセロナオリンピックの後ですか、補欠で終わった後ですか、はい、あ、もういい、いや、もういいって思うのかなと思う、はい、まあでも、どこかで本当はやりながらもう一回やり始めたんで、いやいやいや、それはもう 0.0001% もなかったですね、これ以上っていうのは、うん、もう自分のシンクロというより、まあ、オリンピックになるとやはり日本の代表で、まあ、最後補欠で終わりましたけれども、要するに日本のシンクロが自分を日本代表として必要としてくれるかどうか、うんうん、で最終的にあなたは不必要という決断になったわけなので、もうこれは私が泳ぎたいとか泳ぎたくないとかではなく、うん、あ、私はもう日本のシンクロ界にいらない人間なんだっていうふうに最後は終わりましたね。なので本当にそれまでシンクロが全ての人生だったので、私これから何のために生きていったらいいんだろうっていうところですよね、うん、なんかこう落ち込む、ぐっと落ち込むことは、はい、その時はなかったですか。落ちでもその次に何かこう目標をパッと立てられる状態ではなかったってことですね。はい、残念でしたし、すごく残念で辛かったんですけれども、終わって時間が経てば経つほど、まあ、最終的にその2回目のオリンピックで、まあ、私の状態もあんまり良くなかったんです。だからあそこで泳げてたとしたら、私はスポーツをあるいはオリンピックをそのまま舐めている人生になってたなと今思えるんですけれども、ああいう状態の自分は泳げなかった。だからこそやっぱり勝負の世界、スポーツの世界は厳しいなとか、オリンピックって厳しい舞台なんだな
でもだからこそオリンピックってみんなが憧れるし輝くんだよなっていうことを しばらくして思えるようになったというか気がついたので、で、うん、ソウルの時はメダルっていうものがあって幸せなオリンピックで、バルセロナはその真逆だったけれども、終わってみるとどちらも自分だし、どちらの自分も自分でかけがえのない時間を過ごしたと思えるし、周りの方々も本当にメダリストだ、メダルを取った時ももちろん祝福してくださいましたけれども、メダリストじゃないからといって誰も冷たくないんですよ。っていうか本当に人々が温かくて、あ、自分がメダル取っても取らなくても空は青いし人々は幸せだしっていう、なんかこうそうですね、まあ失敗すると自分だけこう、そうなんです、ね、みたいな人は今、はい、自分ではそうだったんですけれども引いてみると、うん、なんか一つの通過点しかなかでしかなかったように思えるようになったので、はあ、